じゃ。こんにちは。はい、湯高さん。ねえ、プロ野球は面白いな。面白いけどやってる選手は大変だわ。はい。ね。またでは順位表から見ていきますか。ね、はい、セリーグです。順位は変わらず。うん、順位は、まあ、はい、あ、広島と DeNA がちょっと変わったかな。あ、そうですね。はい、変わりましたね。入れ替わったね、5位、6位がね。うん、で、まあ問題は巨人、4ゲーム差に開いたという。そうですね。で、それで自力優勝がなくなったという。はい。まあ勝ち負けでまた復活はするんだろうけども、うん、ちょっと苦しい状況に追い込まれていったという。はい。ね。まあヤクルトは調子がいい、はい、阪神はギリギリのところでやっぱこう頑張ってるよね、うん、だからスアレスも、うん、非常にどうかなって思うちょっと 1,2 試合あったんだけど、はい、まあ今日なんかビシッと抑えて、はい、付け入る隙を与えなかったという、うん、またちょっと阪神も戻ってきたかなっていうそういう投手陣がね、はい、その代わり岩崎が良くなかったんだよね今日 ね、 そうですね、うん、だからそういう意味ではまだ本調子には阪神になってないけどもやっぱもう直接対決を制したということでは、うん、少し乗っていけるかなっていうふうに思いますと。はい。ね。まあヤクルトは、うん、ちょっと待って、ヤクルトは圧巻だったのは中日3連戦で1点も点をやらなかったということが、はい、やっぱすごいよね。ね、うん、まあそれを言うと逆に中日の打撃は心配なところもありますかね。まあちょっと逆に言えばね。はい、はい、はい。ということで、はい、まあこういう巨人阪神戦の中からピックアップをしたいプレーがあったのね、はい、で皆さんもちょっと思い起こしてほしいのは、はい、やっぱすごいプレーが出たんだよね。はい、うん、まずあれですよね、もうこれはたくさんメディアにも取り上げられていた、はい、もう少し上ですかね、はい、これ、はい、阪神中野坂本のあのファインプレーの本当の凄さはここ、はい、っていうことでちょっとお話をしたいんだけども、はい、まあ一見ねもう本当にうん、すごいプレーだっていうことでね、うん、もう誰もが見て分かったと思うんですけど、いやあのねすごいプレーは分かると思うんだよ、はいはい、うん、ただやっぱり状況的には9回裏一死満塁、はい、一打さよならの場面なんだよ、はいはい、で一つのミスも許されない、はい、まあ、そこでバッター丸、うん、ね、スアレスがマウンド、うん、打った打球がちょっと詰まり気味の三遊間に飛んだんだよね、うん、で中野が飛びついた、うん、取るまでは良かった、はい、でもこのスライスしていくんだよ詰まっていく打球って、うんうんうん、だから飛びついてもどん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 逃げていくような打球になってるんだよね、うんうん、はい、でもそれをよく中野が抑えたことも素晴らしいけども、はい、サードランナーダイソーの増田、はい、もう足のスペシャリストがいる慌てるよね。でも送球が一塁側に投げた、うん、まずここがすごいところ、うん、というのは、はい、少しでも三塁側にそれてるとするとこの増田の走ってくる姿が坂本の目に入ったと思うんだよ、はい、そしたら多分あのボールはね取れなかったと思うんだよ。やっぱ目にランナーが目に入るのとコリジョンがあるから、うん、このラインを越えて処理できないんだよ、はい、中野がとっさに一塁方向に投げたっていうのがすごいんだけど投げた球は悪かったハーフバウンドになってた、はい、でもこの坂本がハーフバウンドを足をつきながらホームベースにすごい体勢でしたよね。すごい体勢でもう足つっちゃうんじゃないかっていうぐらい伸びててそれをすくい上げたっていうのがさすごかった。もうこれは中野選手だけではなく坂本選手のファインプレーでもあるということですね。 もちろん、はい、だから状況的に考えたらさ、うん、もう絶対絶命、はい、ね、中野が取るのもすごかったけど投げたコースもすごかったということね、はい、その投げたボールを坂本が冷静にすくい上げたっていうこの凄さが隠されてる。詰まってスライスしていく打球を抑えね、ランナーに被らないように一塁側に投げたプレー、はい、ボールの送球の位置ね、うん、だけどボールは悪かったんだけどそれを救った坂本のファインプレー、これはね見事だったよ。この緻密なプレーの積み重ねがこの大きなファインプレーを生んだっていうことですね。そうだね、飛びついてね慌てたらね普通腕が遅れてこっち側に投げそうなんだけどよくそういうの見ます。よくね多分冷静にね投げてたんじゃないかなっていうの気がする。いや素晴らしいプレーだった。投げた体勢もやっぱすごい体勢で投げてたのにもう投げるしかなかったからねさよならだから、はい、でもそれをとっさにこっちに投げたっていうのがもう一つのファインプレーだよ。取ったのもファインプレー、投げた方向もファインプレー、はい、坂本もファインプレーということでね、はい、連動したもう素晴らしいプレー、
これがあったから阪神が連勝できたと思うんだよね。これが逆にサヨナラになってたとしたら、俺逆に出てたと思う。巨人が勝ってたと。はい、はい、でも、チームのじゃあもうこの3連戦次の試合にまで左右するようなプレーだったんですね。いやそうだね。だからこれが1戦目にビッグプレーが出たから、はい、この3連戦は中野の3連戦だって言ってもいいよね。はい、でもう一つはやっぱり巨人阪神戦なんだけど、はい、阪神高橋遥人の完封を援護した巨人の消極的走塁、うん、高橋が素晴らしかったんだよ、はい、なかなか打ち崩せない。でも阪神もやっぱり高橋に代わるピッチャーはいないと思ってたんだよね、うん、で9回を投げさず託すことにした、はい、それはなぜかというとスワロスの状態があまり良くない、うん、ということでやっぱなんとか完封してくれということで状況的には阪神3-0、はい、これ9回ですね。9回1死1・2塁、はい、3点差ありました、はいはい、ノーアウト1・2塁から岡本が倒れた。で代打ウィーラー、はい、ね、もう1・2塁になった時点で高橋がフーフー言い出した。やっぱ完封したい、はい、やっぱ欲もあるよね、はい、で完封を目指して9回登ったわけだからマウンドに、うん、でウィーラーがポーンとライト前に打った、はい、で9回1死1・2塁の場面っていうのは外野手はどこに位置するかというと、うん、やっぱちょっと深めにいるんだよねウィーラーだし、うん、これなぜかというと長打を打たれない防ぐために、はい、このランナーがもうヒットで帰ってもしょうがないっていう守備位置なのよ。はい、それをねウィーラーがポーンとこのセカンドとライトのもうほんと真ん中ぐらいの落としたわけ、うん、これを松原が帰ってこれなかったんだよ。なぜか3-0ということで自重したんだよ、はい、なるほど。だけど高橋の心理状態を考えると、うん、完封を目指してマウンドに登ってるわけね、うん、1点取られることによって高橋の気持ちって落胆したと思うんだよ。なるほど。それとベンチも動かざるを得なかったと思うんだよね。1点取られたら、はい、やっぱ高橋の落胆っていうのは分かるから、はい、そしたらジャイアンツにもう1点取ってなお 1・2塁かなんかだったとしたらこの試合っていうのは3-0で阪神がリードしてたけども巨人としては分からなかったんだよ。だから点が取れるときに取らないと消極的な走塁では相手は潰せないということだよ。でも高橋は見事だったね。うん、素晴らしかった。9回でも150キロを超えてたしね、はい、まあ、スタミナも感じたし、まあ素晴らしいピッチャーにこれからもなっていくとは思うけどね、はい、だからまあこういうことがなんていうのかな、まあ阪神は素晴らしいプレーが出た、うん、巨人はちょっと消極的だったということでやっぱなんかこう阪神が勝ったかなという、そういったこう小さなプレーにこう隠れてるっていう感じですか。そうそうそう、そういうね心理を動かすとか、うん、そういう必死さが好プレーを生むとかそういうことになってきてるよね、はい、はい、ということで、はい、優勝の行方、はい、次の争いのね、はい、で1位ヤクルト、うん、これは対 DeNA と戦います、はい、次のカードね。で14勝8敗、はい、ね、この前も3連勝した。やっぱりしっかり下位のチームには勝ってくるヤクルト、はい、で10連戦中8勝2敗、すごいですよね。すごい連戦中ですからね。連戦中、うん、でスタミナもあるね、やっぱ燃えてる、はい、チームの状態は最高潮、はい、言うことなし。本当にそうですね。いや言うことないよ。さっきこう2人でこういう打ち合わせをしている時に、うん、じゃヤクルトに対して何か今ここを改善するとかここがちょっととかいうことないですかって話したらずっとなってましたよね、うん、いやないのことがないんで、やっぱこのままの状態がいい。それはなぜかというと、うん、やっぱり4番がしっかりしてるし、うん、その前に打つ山田もやっぱ乗ってきてるし、はい、青木は引っ張ってるし、石川の時石川も16点かな取ってもらって、はい、だけど前半にもう7-0とか6-0になった時でも、うん、やっぱ丁寧に投げてた、うん、だからああいうこうベテランがいい、山田みたいな中堅がいい、村上がいる、はい、奥川がいるっていうことになってくるとさ、このチームが一体化するとさやっぱ強いよ、うん、今のところアキレス腱は見当たらない、うん、だって中日戦で1点も取られてないし、この8連勝中の中で引き分けがあるんだけどその時に6-6か5-5かなんかの試合だけなんだよね、うん、あとは2点以内に抑えてる全部、うん、ということはピッチャー投打とも噛み合ってる状態で、なんていうの、
こう日程が心配だっていうふうにヤクルトが試合を残してたから、はい、ずっとそれはね言ってますよね、うん、それを有利に変えたという、 うん、だからヤクルトが一番乗ってる。で次阪神、はい、対広島、はい、まあ10勝8敗、うん、ね、まあ勝ち越してはいるけども、はい、点を線に、はい、というのはね、はい、巨人戦見てると4しかヒット、うん、ね、ヒット打ってないのに、はい、勝ってるんだよね、はい、それはなぜかというと一発大山のホームランといただいたフォアボールで満塁、うん、糸井が初球を決めたという、はい、だからねそういう相手が援護してくれたフォアボールをくれた、うん、そういう時に打ってるんだよね、うん、だからまだ点でしかない、うん、打線という線にはなってないんだよね。なるほど。だからこれはなんとか線にしてほしいよね。もうその点でだと何度もあることではないから勝ち続けれないよっていうことですか。そうそう、で相手がやっぱこうミスをしてくれるとか、うん、まあ、フォアボールもミスのうちとすればさ、うんうん、ミスをしてくれないとまだまだ点にならないね、うん、やっぱ近本、中野、マルテ、大山あたりぐらいまでだよ。まあ糸原もいいけどね。そうでしたね、うん、でもその下位打線がさ、はい、やっぱ機能しないと大量点に結びついてこないから、うん、投手陣が苦しくなる、うん、ね、だから点を線になんとか頑張ってほしいと思うよ、はい、まあ、佐藤の話はあえて触れないけど、はい、でミスは最小限、はい、このミスというのはやっぱ甲子園での土のグラウンドで の、うん、あの試合が続くんだよね、はい、で土のグラウンドの守りにくさっていうのはすごく私も経験してて、うん、うん、だからミスは最小限度に、中野のあれだけのプレーがあるわけだからさ、まあ、いいプレーもあるわけよ、うん、だからいいプレーばっかりを想像しながら、うん、やっぱ戦ってほしいなと思うし、はい、やっぱミスはしないようにしないとやっぱ足元救われると、うん、で広島は一時期打線がちょっと低迷してたんだけども、はい、小園が良くなったりだとかさ、うん、すごかったですね、うん、非常に打線も DeNA 相手に活発になってきてるから、うん、やっぱこう気をつけなきゃいけないなっていうふうに思うよね、はい、はい、で巨人、はい、中日、はい、Don't think feel、 はい、シンプルイズベスト、はい、急に急に感じろと、はい、ね、考えるよりも考えすぎてるってことですか。そう、考えすぎることよりも感じてやってほしい、うん、感じてでいい準備をしてほしい、うん、でシンプルイズベスト、はい、で野球の基本って何かっていうとさ、やっぱ来たボールを叩く、うん、来たボールを取る、ね、マウンドに上がったら闘争心を持って投げる、うん、5回で四死球なんか出してたらやっぱどんな相手にも勝てないよ、うん、ね、ということはやっぱもう考えすぎてる、うん、警戒しすぎてる、そうじゃない、ね、やっぱ感じる、本能で感じる、うん、野球をやってきてるんだから感じるものってあるはずなんだ、はい、だからそこを感じてほしいということと、うん、やっぱそれはシンプルであってほしいということね、それそしたら力あるんだから、選手みんな経験値も高いし、うん、はい、そうしたら俺は勝てるようになると思うんだよ、うん、ちょっとね考えすぎてる、みんながみんな、ね、だからもういろんな選手をこう変えたり入れたりとかするけど、やっぱシンプルな考え方って何なんだっていう原点に立ち向かって立ち戻ってほしいと思うよね、うん、もうなんかピッチャー変わっていくタイミングで結構キャッチャーもセットで変わるっていうことが、まあ、変わったりよくあることですが、うん、ね、それもなんかこう普段以上にいろんな、うん、いろんなことをやっていくよね、変わり方とか、そうそう、このピッチャーはこのキャッチャーだったっていうのも変わってたりとか、うん、そう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 、することもあるので、まあ、それと打線をせっかく組んでるのに、うん、ここを引っ込めて岡本の後ろにピッチャー入れたりだとかさ、うん、そしたら代打が必ずいるわけね、ここ、はい、そしたらその代打の力量で岡本と勝負しなくていいってことになるじゃん、うん、そうじゃなくてやっぱ打線っていうのはできるだけ動かさない方がいいね、まあある程度、うん、組んでるままで、ただやっぱそれだけ焦りが出てきてるということだろうね、うん、なんかそうですね、もがいてるということ、うんうん、だから Don't think feel、はい、考えすぎるなって感じろと、はい、ね、シンプルにしろと、はい、いうことだよね、うん、で中日はヤクルト戦に1点も取れてない、うん、だからチームの状態としたらやっぱこう最悪だよね、うん、だからやっぱここで勝てないとちょっと苦しいかなっていうふうに思うよね、はい、はい、まあそれがちょっとセ・リーグの話でした、はい、でパ・リーグ、はい、はい、ではまず順位表からです。さあ順位表、
はい、ね、ちょっと開いたね。そうですね、順位に変動はなく、変動は全くないんだけど、ゲーム差に少し動きがありましたね。そうそうそう、それと楽天とソフトバンクの差がちょっと縮まってきてるということで、楽天はちょっと離されたのかな、うんうん、だからちょっと苦しくなってきてるということで、はい、話をしていきたいと思いますが、はい、では1位2位3位にまた絡む試合を見ていきますか。はい、でロッテ、はい、オリックス、はい、これ直接対決ですね。まあ、天王山といってももう時期的にはいいよね、はい、うん、だから突き放せるか奪還になるか、はい、というところですか。というもうシンプルな戦い方なんだよね、うん、で、まあ、ポイントとすると、うん、ロッテの方は、はい、カラカラが帰ってきたりだとか、はい、投手陣は、うん、あの競り合いに強くなってる、よりこれ厚みが増してきてるということ、うんうん、でマーティンがいないけども先発投手がゲームを作れればある程度接戦に持ち込めれば、うん、もう十分勝機があるということ。これが一気に大量点取られるんだったら話にならないけど、はい、先発ピッチャーがある程度点を取れれば競り合いにはやっぱりロッテは強い、うん、でオリックスの方は吉田正尚、はい、これが帰ってきた、うん、まあ、代打で1打席、まあ、ボンダだったけど出て出場した、うんうん、吉田がやっぱ打線の起爆剤になれるか、まあ、起爆剤っていうより もうチームを引っ張っていけるかだよね、うん、でオリックスは、まあ、T 岡田が2本ホームランを打った試合、次の日はノーヒット、宗も、先制ホームランを打ったりとかしても次の日ノーヒットだとかさ、うん、やっぱ調子がちょっと続かないんだよね、うん、いい時が、うん、だから吉田正尚が帰ってきて中心となれるかどうかだよね、うん、怪我明けで、うん、ゲーム感がないだろうし、だからまあそこら辺がポイントになってくるかなと、はい、まあ、こっちはピッチャー、こっちはもうバッティング、うんうん、それとオリックスは、まあ、ロッテに対して8勝7敗と負け越してる一つで、まあ、前回も言ったけど西武にしか勝ち越してない、うん、他のチームには全部へこんでる、はい、それをやっぱりひっくり返していくような勢いが欲しいよね、うん、一つでもいいからいくという、うんうん、でも一つずつチーム各チーム勝率を上げていくというのがポイントですかね。まあポイントだね、うん、やっぱ負け越してるチームで優勝はないよ ね、 そうですよね、はいはいはい、次楽天と日本ハム、はい、ね、生き残りをかけた戦い、はい、というのは楽天のことですか。そうだね、はい、楽天のことだね、うん、もう首位とは、5.5 ゲーム差つけられてる、はい、なかなかやっぱ難しいよ、厳しいけども、うん、ソフトバンクもやっぱ 1.5 っていう風に攻め寄ってる。そしたら A クラスを趣旨をした生き残りをかけた戦い、でも下を見てもしょうがないから上を見るしかない、うん、だから日本ハムに対しては2試合連続16奪三振かなんか取られてるんだよねだから打線とすればやっぱり今低迷してる、はい、だからそこはチャンスとして楽天がやっぱ頑張らなきゃいけない、うん、はい、ね、その頑張る中で島内選手のユニフォームが売れたかなってちょっと心配になる。あれですね、ヒーローインタビューでね最後にお願いをしてた時ありましたよね。そうそう、なんかふてくされてたな、売れ行き悪いのでいやなんか随分残ってるみたいで、そうそう、余裕がある人は1枚お願いしますみたいなね、だからもう1枚でも売れるようにもう島内が打点王争いしてるしね、はい、だからもう本当に島内が打つしかないっていうぐらいに、うん、もうユニフォーム売ってやるっていうぐらいの気構えで、うん、もうタイトルも取っちゃうでみたいな、はい、ね、そういう意気込みを持って日本ハムに臨んでほしいなっていうね、はい、その島内は一人じゃ1点しか取れないホームランですか、うんうん、でもチームのやっぱサポートが必要だ、はい、ね、1、2番の出塁だとかさ、だからそこを島内が返していく、うん、ね、そういう戦いをしていくとユニフォームが売れますユニフォームが売れた暁には楽天がいい位置にいるということですね。可能性はあるよね、はい、あ、これからだな、いろんなことが、うん、まだまだ何かありそうですが、そうだね、はい、ちょっとジャイアンツが自力優勝の目がなくなったというね、うん、阪神の3戦目に負けて、まあ、ちょっと心配だけども、うん、まだまだチャンスはあると思うしね、はい、で阪神も徐々に調子は上がってきてると思うし、でロッテが粘り込めるかオリックスがまた奪還できるかとかね、まあ、まだまだ楽しさは続きます、はい、ね、期待してください、はい。